今週も始まりました。ショータイム TV のお時間です。老賢者のガテナマンです。よろしくお願いします。つやつやつい！どうも、ババキリブダでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速一つ目のニュースです。はい。PS5 不具合が多すぎる。先日 PS5 で発売したラチェット&クランク。今作は PS5 の素晴らしさを最大限発揮したゲームとなったのですが、その分プレイ中にエラーが頻発するという現象にも見舞われることとなりました。また PS5 はこれに限らず様々な専用ソフトで不具合の報告が見られており、今現在 PS5 ユーザーから不満の声が続出しているとのことです。はい、ということで、はい、どうですか、不具合起きました？いや、別に今のところは感じてないですね。俺はもう今日ね、またバグが起きましたね。何のソフトで？ゲームをダウンロードした、うん、しようとしたところ、うん、画面が一切動かなくなってしまうという。あとね、ゲームを購入した時に、うん、そのゲームがダウンロードに入らない、出てこないみたいな。へー。で、まあ、ラチェット&クランクに関してですけども、うん、まあこれレビュー動画では言わなかったんですけど、はい。実際のところは確かにエラー落ち、ゲームクリアまでに3回か4回ぐらいしました。へー。はい、実際にしました。確かに。ただラチェット&クランクに関してはもう、うん、ロードとかもクソ早いから、あ、まあ落ちちゃってもまたすぐ起動して戻れるみたいな。そうそうそう、うん、もうマジで早いから、うん、うん、早すぎてビビるぐらい早いから、うんうん、全く気にならなかったんだけども、はい。ただ、リターナルって覚えてます？リターナル、なんとなく覚えてる。あ、おばさんが主人公のゲームなんだけど。うん。それが結構やばかったね、不具合。っていうことで、なんかね、今、ツイッターとかでそのラチェクラが発売された、付近からね、ちょいちょい不満の声がね、出て始めてるということでね。私はなんかあんまり。それあなたあんま使ってないからでしょ。どうなんだ、なんかでも、まあそう、いろんなソフトやってないからね。なんか大体、Apex とか、Rainbow Six とかばっかりだから。まあそんな感じでしょうね。うん、まあやっぱり、要求されるスペックが高すぎるのかな。そうかもしんないね。それでプレステ5ももうついてこれてないみたいな。うん。っていうことになってんのかな、みたいな。まあでも序盤だし、まだ。うん、仕方ないのかなって気もするけど、どうなんだろうね。まあ実際発売当初は PS5 のコントローラーがすごい変に動きまくるみたいな話もありましたからね。ああ、まあそれは確かに、うん、あったような気もする。だから、これ、まあ今現在なんかそろそろ、なんていうの、場所によってはもう抽選しなくても、うん、普通に店頭販売してるところとかも出始めてきてるらしくて、まあ普及はし始めてるらしいんですよね。うんうんうん。ただ、まあこの普及したことによって、さらにこの不満の声っていうのは大きくなっていくのかな、みたいな。うんうんうん。予測はありますよね。今現在あんまり PS5 持ってる人もいないから、そこまでっていうのもあるかもしれないけど。なるほどね。うん。ちなみになんかね、話によると公式の赤髪のなんちゃらっているじゃないですか、実況者。赤髪のなんちゃらっていうなんか実況者。知らない。その人がラチェット&クランクの公式の配信をしてたらしいんですけど。はい。そこでもエラー落ちを起こすというね。ことが起きちゃったらしくて。悲しい。ね、なんか悲しいよね、本当に。まあ、最初まだ発売されてね、1年経ってないから、まあ、まあ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 、これから、これからね。ええ。はい。ということで次のニュースです。はい。サイバーパンク配信再開。先日 PS ストアで配信停止していたバグの多さで有名となった大作サイバーパンク2077が6月21日から配信を再開することになりました。ただし、ソニーの話によると、この配信版は未だ不安定な部分が多いため、PS4 Pro もしくは PS5 でのプレイを推奨しているとのことです。どういうこっちゃねんって話ですけど。はい。まあそういうことなんだろうなっていう話なんですけど。うん、ちなみになんかこう、配信停止中の売り上げやばいことになったらしいですね、サイバーパンク。どういうこと？やばいって。かなり落ちたらしいですよ。配信停止されてから。ああ。まあ、そうなんじゃない？で、まあやっと、うん、再開されたってことになって。うん。
でもどういった感じになってるのかすごい気になりますよね。買う人いんのかな、そんなたくさん今さらどうなんすかね。もうだって評価は下されてるじゃないですか。そうだね、ある程度。俺的にはそのなんかグラフィックの荒さとかって治ってんのかなとかすげえ気になったけどね。ああ、まあ俺自身は実際持ってるからあれだけど、うん、ちょっとやってみたいですよね。だから配信再開された後に。これってもともと持ってる人はさ、アップデートとかでさ、なんか改善されたりすんの？いや、改善されるでしょ、それは。ただまあどういうアップデートが来るのかもちょっとわかんないじゃないですか。そうだよね。実際このゲームってそのアップデートが来たせいで、うん、他のバグが発生するとかいういろんな事象もね、いろいろ起きたわけですから、うん、しかもまあ今回もまた PS4 Pro と PS5 でのプレイを推奨ってことでね、うん、まあ普通の PS4 でやってしまうと結構やばいのかなっていう。そうだよね。っていうことを考えるとね、どうなんでしょうねと思って。結局だね結局、うん、結局なんかエラー落ちとか頻繁に起きそうな気もしちゃいますよね。うーん、そんとこどうなんでしょうね。なんだろうね、もうそもそも買う人いんのかなって思っちゃう。まあそこもね、確かに。うーん、結構やっぱ一回ね離れた人が戻ってくるっていうの低いですからね。うーん、あとほら YouTube でさ、もうすでにエンディングとかをもう公開してる人とかいるじゃないですか。まあね、もうそれ見ちゃったらもう買わないでしょってなるよね。そうだね。うん、なんかそんな気がしますけどね。まあ実際はわかんない。はい。はい。それでは次のニュースです。はい。フォールガイズがあのゲームとコラボ。アスレチックバトルロイヤルゲーム、フォールガイズが6月18日からニーアオートマタの 2B コラボスキンを配信することが決定しました。ということ。はい。急になんか、あれですね。あまり問題じゃないネタが来ちゃったりしました。別にそれで納得して始めたんじゃないの？急にこう、なんか、ほんわかとしたネタ来ましたね、うん。よかったじゃん。さっきまでの殺伐としたネタからいきなりこう、ポッと来ましたね。うん。めちゃくちゃ可愛かったよ。まあ、あの天下のニーワオートマタですから、それはもう、うん。いいんじゃないですか。めちゃくちゃムッチリボディだったよ。でもさ、こう、ニーワオートマタってすごい、あれですよね、コラボしますよね。確かにね。確か今現在でもう19か20ぐらいコラボしてるっていう話ですよ。すごで、ちなみに、ペルソナ5もかなりコラボしてるっていう。だよね、なんかそんなイメージがある。そう。この二つはもうマジで半端ないコラボ数。画滅。っていう話ですけどね。サンリオみたい。ああ、そうかも。そんな感じするわ。まあまあ、でも、ニーアオートマタもさ、ペルソナ5もさ、はい、なんか結構ゲーマーじゃないと、なんか知らないゲームってイメージがあって。そうですか。なんかあんまり、それこそ、モンハンとかさ、FF とかみたいな、ええ、あ、もう誰でも知ってて、誰でも面白いの分かってますみたいな感じ。じゃないけど、でもめちゃくちゃ面白いゲームじゃん。まあ、どっちも。キャラゲーという部分で人気があるんじゃないですか、結局。だからなんか、そうやっていろんなのとコラボして、はい、認知をどんどん広げていくっていうのはめっちゃいいなって思った。ただ、まあ、ペルソナに関しては、前作とかもすげえコラボしてましたけどね。うんうんうん。あと、あれもそうだね。カプコンとかもすげえコラボしたがるよね。あー、するね。確かに。うん。バイオとかね。うん。最近だとデッドバイでバイオコラボしてましたもんね。あったね。あれってどういう感じなのかな？お金とか発生してんのかな、やっぱ。いや、そりゃそうでしょ。当たり前じゃん。どっちに金が入るかっていうの気になるよね、なんかね。まあ、頼んだ方じゃない。どっちも旨味があるじゃないですか、だって。デッドバイも旨味あるし。でもさ、デッドバイデイライトとバイオハザードだったら多分デッドバイデイライトの方からコラボしてくださいって多分言ってると思うんだけど。まあ可能性はそうだよね。絶対そうだよね。そう、だってもうパワーバランスが、それはさ、もうそりゃ天下のカプコンなわけじゃん。でもさ、カプコンも結構なこうコラボしたがるじゃないですか。だからどうなのかなって思っちゃうよね。もうそれは話を始めた。まあでもね、プレイヤーが喜びますからね、結局ね。うん、しかもフォールガイズとかも割とオワコンだったわけだし。おい。おい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 。
なんか結構最近必死でなんかいろんなさ、ゲームとコラボしてるよね、なんか。いや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 。ミヤオートマト以外とかもなんかコラボしてるらしいよ。知らないけど。あ、そうっすか。まあ確かになんか、急に見なくなった感ありますよね。なんかゲーム界の一発屋みたいな感じになっちゃってるもんね、完全に。おいおいおい。いや、てかね、違うんだよ。日本はエイペックスが強すぎるんだよ。まあ日本はっていうか、エイペックスは強いよ、もう。だから、世界的に強すぎる。だから、こう、影が薄く見えてるだけで、全然もう、そう、コラボできるぐらいの力はあるわけですから、影響力はあるわけですから。わそう考えたら、やっぱりまあ、すごいと思いますけどね。飽きるからな。ずっとやってらんないから、ああいうゲームって。まあ、この先どうなるかはわかんないですけど、っていうね。うん。まあ。なるほど。そんな感じですかね。はい。はい。はい。ってことで、今週は以上になります。なんかありますか？俺は何もないな。私も特にないです。じゃあ今日は、はい。ここまでということで。はい。ということで今回はここまで。それではまた、さらばだ！さらばだ！